こんにちは、夢中人です。本日もよろしくお願いします。今日はですね、香港の、そうですね、日本にもあります、マクドナルド。ただ、メニューがちょっとかなりというのかな。こっち、専用のメニューみたいなのがありますので、そちらと、あとはですね、地下鉄、こっちに来た場合にはですね、この、パンデミックが終わったら多分ですね、旅行に行けるようになるかと思いますので、地下鉄、これが移動手段の、結構大きな一つになっております。で、その時にはですね、こういうふうなですね、日本のスイカみたいな、カードですね、こういうふうなのを、購入、これ、50香港ドル、750円ぐらいかな、を、デポジットして、これを、買うんですけれども、で、この中に、チャージをしていくような感じです。この、チャージした、カードを使っての、地下鉄を、乗る模様ですね。来年には、いい年になってるんじゃないのかなって思いますので、その時のために、この動画の方を上げたいと思います。海外に行った気分で、ちょっと見ていただければな、っていうふうに思います。それでは、夢中人。本日は、香港のマクドナルド及び、地下鉄編、スタート。はい、香港にもですね、こんな感じで、街中にですね、マクドナルドがあります。外観も、ロゴも同じかなっていうふうな気がするけれども、どうでしょうか。それでは中の方に入ってみましょうか。はい。まずここでですね、はい。額で温度を測ります。36度。あと、見ていただくと分かるように、座れないところがですね、シールで、ブロックされていて、ソーシャルディスタンスですね。香港はですね、非常に感染が、抑えられている国っていうことで、有名なんですけれども、こういうところは、結構、しっかりと、しております。あとはですね、中国人とか、声がでかいとかっていう風な話も聞くんですけれども、最近はですね、食事している時も、おとなしく、静かに、食べていることが多いっていう風な感じです。はい、向かいがですね、キャッシャー、お会計するところなんです。オーダーしてお会計するところなんですけれども、ちゃんとですね、1.5 メートルから2メートルぐらいは、離れてるっていう風な感じですね。別にこれ床になんか線が引いてあるとかっていうことはないんですけれども、こういうところはですね、日本と同じぐらいですね、結構、しっかりと、自意識が、高く、保たれているのかなっていうふうな感じが、香港です。さすがにですね、先進国入りをした、国での、一つかなっていうふうな気がしますね。今日はですね、これの、支払いの時なんですけれども、先ほど見せました、オクトパスっていう風なカードですね、チャージ式のカードですね、日本で言うとスイカみたいなのなんですけれども、こちらの方で、支払うことができます。オクトパスはですね、バスに乗る時とか、こういう風なマクドナルドとか、こういう風なとこ、結構いろんなシーンで、使うことができます。はい、ここで食べますよって今言ってますね。で、僕の英語が聞き取れないというか、相手が英語を聞き取れないみたいなんで、ゼロコークですね。なるべく、カロリーを、取らない方がいいと思ってるんで、ゼロコークって言ってるんですけども、相手の方がなかなかよくわかってくれなかったんですけども、やっとわかってくれたような感じです。はい、これがですね、香港のマクドナルドのメニューでーす。そうなんですよ。実はですね、肉入りのスープとか、そういう風なのがあるんですよね。日本のマクドナルドだと、バーガー、ぐらいかな、いろんな種類があるっていう風な感じだと思うんですけれども、こっちはですね、マカロニ入りのスープみたいな、そんな感じ、になっております。あと、ちょっと今見たかと思うんですけども、スマホでですね、ピッと、やる、感じですね。こっちはですね、QR コードがかなり発達しておりまして、それで、支払うっていう風なことも、非常に簡単にできます。それはですね、日本で言うとペイペイみたいな感じかな。それで、銀行の方と接続させておいて、その中に、自動的に、例えばですね、2000円を切ったらチャージされるっていう風な感じに、なっております。はい、こんな感じです。セット、見ていただければわかるように、だいたいね、500円ぐらいかな、35香港ドルぐらいですからね。これでですね、モーニングセット、っていう風な感じです。今回はですね、香港らしく、
まあ、マカロニスープの、その、まあ、牛肉、の、ソテー入り、みたいなのを、ちょっと頼んで、おります。左側が会計、右側が渡すところっていう風な感じで、動線も、かなり、しっかりと、作られておりまして、こういうところは、まあ、本当に、いいですね。で、まあ、2波と同じように、番号で、呼び出してくれるっていう風な感じです。飲み物はですね、日本と同じかな、種類的には。変わった飲み物とかっていうのはないですね。まあ、香港だったら、例えば、まあ、お茶ですね。変わったお茶とかないのとかっていう風な感じがあるかもしれないんですけれども、マクドナルドに関しては、そういう風なのはない感じです。はい、これ、208番かな。そんな感じで、番号が書いてありますので、その番号が、呼び出されるまで待っているっていう風な、感じになります。どうですかね。見てると、まあ、従業員の方はですね、まあ、日本の制服って確か紺色かと思うんですけど、こっちは全部黄色なんですよね。で、すごく、忙しくやってるかっていうと、まあ、そうでもない感じですね。はい、出来上がりました。で、見ていただきたいのが、ストローがないんですよ、こっちは。ストローなしで、もうこれをこのまま開けてカップごと、飲むっていう風な感じです。はい、これで35香港ドルになります。中身はこんな感じ。よいしょっと。はい、下の方がマカロニ、上の方が、牛肉、そしてコーンが振りかけてある。っていう風な、感じです。今日の朝ごはんこんな感じですね。朝ごはん食べましたのですね、ですね。ホンハムという駅の方から、地下鉄の方に、乗ってみたいと思います。始発が朝5時半、終電が、0時過ぎっていう風な感じですから、日本とですね、始発がちょっと遅いぐらいで、まあ結構、長い間、走ってるかなっていう風な気がします。はい、これが駅の中、本浜はですね、実は、中国行きの、列車、広州行きの列車もここから出てるので、かなり大きなターミナル駅であることの、一つですね。それと、広州行き以外にもですね、ローウーって言いまして、深センの方ですね、そちらの方に行く、列車の方にも、接続されております。はい、右左見ていただければわかるけれども、黄緑色の、シャッター、これが降りてるかと思うんですけれども、ほとんどのテナントがもうすべて撤退をしております。前は全部これテナントだったんですよね。はい。ここでピッとしましたね。はい。これで改札を抜けました。改札を抜けるのはですね、日本みたいにパカッと開くようなんじゃなくって、ディズニーランドにあるような感じですね。回転式のバーで、それで、一人ずつ入っていくっていう風な感じになります。はい、香港はですね、こういう風な感じで、右側を、まあ、止まってる人、左側を歩いて降りる人っていう風な感じです。日本で言ったらですね、これ関東型っていうのかなっていう風な感じですね。で、まあ、こっちの人も、まあ、あれですね、ちゃんと、こう、落ちないようにですね、きちんと、スーツケースはですね、持ってるっていう風な感じです。そこら辺はやっぱり、先進国しっかりしてますね。はい。左側の方の、電車、こちらの方がですね、ローウーって言いまして、深センに、続く、鉄道になっております。ですから、こちらの方の鉄道に乗っていくと、中国大陸の方に、入っていくことになります。はい、今回は、中国の方には、行きませんので、右側の方の、ホームの方から乗って、また街の中に、出ていきたいと思います。はい、今いるのがここ。本当にど真ん中って感じですね。で、ずーっとこのブルーのですね、で、ここ、一番端の方のローウーから上が、ちょっと灰色のところが、深セン、要は中国って感じです。はい、左の一番端の方がエアポート、空港になります。
はい、香港はですね、こんな感じで、カオルン島と、まあ、香港島とで分かれてますので、それをつなぐ、鉄道っていうふうな、まあ、この MRT っていうふうな感じですね。今3箇所でつながってますね。で、どんどんですね、延伸っていうふうな感じ、されてまして、自分が来た時、一番最初に来たのはもう10年ぐらい前なんですけれども、だいたい4本ぐらいしか線がなかったんですけども、今はですね、8本から9本ぐらいの、線が出来上がってるっていうふうな感じで、まあ、中国、香港、マカオの経済がものすごく、成長してるっていう風なのを、感じます。はい、じゃあこれからこの、この線に乗っていきますけれども、この線もですね、前はなかったんですよね。はい、中に入りました。はい、香港の地下鉄こんな感じ。まあ、必ずマスクしてますね。一応、つり革があって、あと、テレビがあるんですよ。そういうのはですね、ちょっと、日本とは、違うかなって感じですね。はい、それでは、地下鉄の方を降りまして、まあ、また、ホームの方から、出たいと思います。その時に使うのが、今お見せしました、オクトパスっていう風な、カードに、なっております。はい、香港の地下鉄の駅もすごい綺麗ですね。もう、床がツルッツル、まあ、これ大理石なのかなっていうふうな感じですけれども、照明がですね、天井の、もう本当に、キラッキラって、もう反射しているような感じです。はい、それではですね、ここで出てきます。はい、それでは、はい、タッチで、はい、こういうふうにバーガー食う。っていう風な感じの、先ほど入った時と、こういう風な感じの二つのタイプっていう風なのの、があるっていう風なのが香港でした。それではまた夢中人でした。